広島県立文化芸術ホールは、広島県広島市中区にある多目的ホールである。愛称は、上野学園ホール、旧正広島郵便貯金ホールで、広島郵便貯金会館の別館であった。1972年、郵政省により、郵便貯金の普及、宣伝活動施設である、広島郵便貯金会館として開館した。当時は、ホールの他に、会議場、 ホテル等を備えていた。特にホールは壁に天然気の化粧合板を貼り付け、音響効果の良いホールとして音楽関係者から評判で1861人収容することができ、1985年に2001人収容の広島厚生年金会館ができるまでは広島最大の多目的ホールだった。1991年、 広島市中区元町にある広島中郵便局の改築により新館が完成。その時、損拝問題が起きたが、新館にはホールがないこと等により、ホール機能に特化してメルパルクホール広島の愛称を付与。その後、以前の施設名に近い広島郵便貯金ホールの愛称が与えられた。二千六年、日本郵政公社はホールの老朽化に伴う補修費用がかかること等より、 2007年3月末をもって閉鎖する方針を発表。一方で、郵勢公社は、広島市もしくは、広島県が取得するのであれば優先して上渡する方針を示し、後に、広島県が取得することになり、同年10月より予約を再開。また、本施設同様に閉鎖問題が起きていた。広島厚生年金会館の取得に関しては、広島市主導の取得の方針とされ、 2009年に市が施設譲渡の仮契約を締結。その後、正式に譲渡され、2010年4月1日より広島市文化交流会館として運営されている。2007年より県営の施設として運営開始。2007年7月よりネーミングライツを導入。当初の公募には2社が応募し、 年間3300万円2007年7月1日から2012年6月30日までの5年契約で、広島総合警備保障が取得。愛称は、親会社の総合警備保障のブランドネームである、アルサックを冠して、アルサックホールとした、2012年7月1日以降のネーミングライツについては改めて公募が行われ、2社の応募から年間1200万円の5年契約を、 提示した学校法人上野学園が取得。愛称が上野学園ホールに変更された。2008年から指定管理者制度を導入。当初は舞台運営を手掛ける協立と合人者計画研究所の共同企業体により管理されていた。2010年に指定管理者が再公募され、中国放送の関連会社でカルチャーセンターを手掛ける RCC 文化センターと ビルメンテナンスの産営産業の共同企業体である RCC ホールマネジメントグループが2011年4月1日より5年間の予定で管理、運営を行っている。最高墓ではカルチャースクールによる施設活用や地元向けイベント、高等学校に対する利用料金の割引などの新規提案により当初運営の強立、後人者グループより高い評価を得ていた。 2016年4月1日にはさらに5年間更新されている。ありがとうございます。